どんな様子だ？まだ気づかれていないわね。施設の方に目立った変化はなし。ただこれだと中に何人いるかまではわからないのよね。あれが、ももちが占拠したっていう廃ビルね。ええ、見た限り人の気配は感じられないけど。タイヤの跡は真新しいし、気配はなくとも誰かがいるのは確実だ。周辺も何もないというのは身を隠すスペースが少ないということだし、なかなか悪くない陣取りだと思うぞ、俺は。廃ビルに機材を運び込んで即席の通信施設を作り上げたか。なるほど。これだと確かに見つけにくい。よく考えたものだ。寝るなよ。相変わらずマイペースね。それで風魔、配置状況は？予定ではあと5分で完了するはずだ。四方を囲んで逃げ道をなくすか。よくもこれだけの人員を貸してくれたもんだ。たった半日でこれだけの人員を動かせるあたり、相当部下から信頼されてるんだな。はあ、退屈ね。早く突入して暴れたいわ。全くだな。気づかれないよう後方待機も、こうも長い時間となると飽きてくる。はあ、ただいまーっと。施設の偵察から戻ってきたよ。エイトンが偵察向きだからって私ばっかりこき使いすぎだよ、風魔くん。ああ、ありがとう、さくら。連中の人数と配置はどんな感じだった？はい、これ。配置はなんとかカメラで撮ってきた。あ
ありがとう、むっちゃん。それに白縫いさんも護衛までしてもらって。気にしなくていい。適材適所というやつだ。ただいま戻りました、浅木様。凛々しい顔が一瞬で崩れたな。風魔くん、施設の地図があったでしょ？見せてもらえるかしら。どうしたの？お母さん。ちょっと気になることがあってね。エミリー、施設の地図とさくらたちが撮ってきた写真をホログラムで出せるか？待ってくださいね。はい、どうぞ。よし、手が空いているものはこっちを見てくれ。調べた限りだと、通信装置と施設を起動するためのバッテリーが別々の場所に保管されているようなのだけど、これをどう見るべきかしら。どういう意味？桃地の部下の数は有限だ。多くても100人程度だろう。先の作戦でもっと減っているかもしれない。けれど、この機材の配置だと、その戦力をさらに2つに分けなければいけないんだ。数で劣るテロリストがさらに数を少なくする。同じ施設内とはいえ、数を減らす利点なんて何もないはずなんだが。こちらとしてはバッテリーを破壊して通信装置を使えなくした後に悠々と桃地を捕らえればいいだけに思えてくるけど、この配置だとその行動は予想されているだろうな。つまり罠と。桃地もさくらのエイトンは知っている。自分たちが偵察されていることも気づいているはずだ。逆の立場で考えてみるか。どうした、エミリー。あ、ごめんなさい、小太郎くん。これは？はい、最後の荷物を持ってきたわよ。どう？その装置、完成まであとどれくらいなの？ああ、もう戻ってきたんですか、キララ先輩。なんだね、荷物運びをさせておいてもう戻ってきたんですかはないでしょ。うんうん、偵察に出た私へのねぎらいのハグもないし、上司として部下への飴が足りなさすぎるよ。あらあら、それだと私もハグしてもらえるのかしら。いや、なんでそんな話になるの。
すみません、キララ先輩。作戦前で少しピリピリしていたみたいで。お疲れ様です。少し休んでいてください。よくこの状況で普通に返事ができるわね。神経がずぶとすぎじゃない？特務中隊にいれば慣れますよ。一月もしないうちに。苦労してるみたいね。しかし、キララ先輩が援軍で来てくれて助かったのは本当ですよ。敵陣を中央から力任せに突破できる戦力は紫先生くらいだったので。うむ。ねえ、それって褒められてるの？私、馬鹿にされてるようにしか聞こえないんだけど。むっちゃんが喜んでいるから褒め言葉なんじゃない？そうかしら。私が言われたら、風魔くんの部屋にあるエロ本を全部机の上に並べて置いてあげるけどね。来てくれてありがとうございます、キララ先輩。本当にすごく感謝してますよ。今言われてもちっとも嬉しくないんだけど。そう言いながら頬を赤く染める鬼崎キララなのであった。染めてないし。賑やかね。目標から離れているから大丈夫だけど、もう少し静かにした方がいいわよ。なんか私が悪い流れになってない？気のせいよ、キララ。それにしても作戦前なのに緊張感がないわね。みんな緊張をほぐすのに一生懸命なのよ。次の相手はこの部隊が最初に敗北した桃地東洋なのだから。口だけでも普通に振る舞っていないと、緊張でどうにかなってしまいそうなのは俺だけじゃないのか。エミリー、妨害装置の準備はできたか？はい、大丈夫です。装置は組み上がりました。よし、それじゃあ仮面のタイマニンと通信をつないでくれ。了解しました、隊長。こちらの包囲も完了したわ。そっちは？こちらも今終了した。いつでも装置の起動は可能な状態だ。了解。ならアスカと他に装置の護衛人員を送るわ。それにしても通信の妨害装置をおとりに自分たちの突撃、さらにそれまでおとりにして周辺に米連兵士を置くなんて贅沢な作戦ね。そこまでしないと桃地東洋は騙せないだろうからな。そっちの指揮は任せた、マダム。面
白いのが育ってきているみたいね。今はアサギ。そっちもアスカや部下から信頼されているようね。お互い今回の作戦も生き残りましょう。この程度では死ねないでしょ、お互いに。なんで？私もいた方がこの装置が本命だと思わせやすいでしょ。大丈夫、部下たちは私の指示がなくともきちんと動けるわ。そう訓練しているもの。随分な自信ね。自慢の部下たちだもの。アスカをよろしく頼むわね、特務中隊。そちらこそ陽動の任務よろしく頼むわよ、仮面の大魔に。ん？お疲れ様です、アサギ校長。装置防衛の任務のため、井川咲也、神奈月空、合流いたします。ええ、よろしくお願いするわね、咲也、空。ただ、無理はしすぎないように、彼女の指揮によく従うこと。きっとこの作戦では、多くのものが得られるはず。いい経験を積みなさい。はい、ご心配ありがとうございます。二人ともあまり気負いすぎないようにな。困ったら周囲の人たちに相談するように。いいな。今回の任務、必ず完璧にこなしてみせます。なんか懐かしいわね。私も初陣の時はあんな感じだったのかしら。ああ、確かに。そうかもな。
私はこのまま特務中隊の作戦に同行していいのよね。正面突破の突撃力は他の二人にも負けないつもりだから。なんだ、聞いていたのか。私、フートンの使い手よ。風に乗ってあなたたちの声が聞こえてきただけ。今日はよろしく、鬼崎キララさん。よろしく。効果はアスカさん。人見知りする性格だったんですか？そうじゃないけど、なんかこうちょっと怖いような。どうかしたのか、アスカ。何が？別に、何でもないわよ。それより、さっさと作戦を開始しましょう。他のみんなも、暴れたくてうずうずしているみたいだしね。俺の気にしすぎか？いや、アサニ先生の方を見ないようにしてる。そういえば、浅木先生とアスカは井川と高川だったな。アスカは浅木先生を避けているようだが、浅木先生はアスカを気にしているようだし、それほど関係が悪いというわけでもないのか。それも踏まえて、任務に支障は出ないと考えたのだろうか。それとも、任務を通じて二人の間にある溝を少しでも埋めようとしているのか。エミリー、装置の起動を。了解です。装置を起動します。これで終わり？はい。あまり大きな音がすると目立ちすぎてしまうので。装置が大きすぎるから、それだけで目立っちゃってるけどね。そう
の課題は目立たない大きさへ改良すること。雑談はそこまでだ。今回は目立つことが目的だから問題ない。さあ来たぞ。人暴れしたら突撃だ。行くぞ特務中隊。桃地東洋との因縁ここで終わらせる。水木雪風一番乗りよ。わお、思ってたよりたくさん来たわね。この装置を破壊しなければ桃地東洋の目的は果たせないからな。死に物狂いで来るわよ。気をつけて。了解。さあって大暴れするわよ。全員装置の防衛に集中しろ。了解。この装置が壊されたら任務の継続が困難になる。何があっても死守するんだ。聞いたな、紫、アスカ、キララ、前に出て暴れろ。それ以外は装置のそばに。雪風とエミリーは全員の援護。了解です。よし、連中の目を妨害装置の方に向けられたみたいだな。特務中隊、今から突撃を仕掛ける。ここは頼んだぞ、昨夜、空。了解、気をつけてください。気をつけてください、皆さん。新人がこっちの心配をするな。任務に集中しろ。場面か、まったく。こんな時でもお前はブレないな。まあまあ、いつものことじゃない。怒った？怒ってない、いつものことだからな。そういうこと。風魔くんもリラックスリラックス。っていうか、風魔くんも来るの？中は混戦になるから、完全には守れないよ。妨害装置のせいで、ドローンによる通信が使えないからな。部隊を指揮するためには、俺もお前たちについていく必要がある。それと、俺を守ろうだなんて思わなくていい。自分の身は自分で守れるし、それが無理なら俺の方からお前たちに守られに行く。わお、かっこいいんだか情けないんだかわからない発言だね。構うもんか。生き残るため、勝つためだ。にしし、そういうの好きよお姉さん。おい、遊んでいる場合か。施設の中にも防衛線が築かれているぞ、注意しろ。投票戦争発生。
不死の。わお、むっちゃん張り切ってる。こまごまとした迎撃や防衛戦じゃ紫先生の能力は完全に発揮できないからな。敵が密集している地点への一点突撃こそあの人の怪力が一番生きる。キラニーさん、くれない。そのまま突っ込んで撹乱させろ。了解、雪風、援護。わかった。エミリー、火力支援をお願い。アスカ、地下への先導を頼む。このまま一気に施設の電力を掌握する。アサギ先生、アスカの援護を。お願い、援護を頼むわ。アサギ、任されたわ。一気に進むわよ、アスカ。二人とも早すぎます。ミスくれない、奥に向かってください。ああ、任せろ。あんなに足が速いのか、あの二人。ていうか、お姉ちゃんって今までは私たちに合わせていたからね。実力が近い人と一緒ならあれくらいじゃない？表現はどうだろう。アサギ先生も怒りそうかも。怒らないんじゃない？反応に困りそうだけど。アサギ様の隣が私ではないなんて。待て、効果はアスカ。何やってるの、フーマ。もっと早く走りなさい。すまない。足の速さなら私も結構自信があったんだけどな。私もだ。大丈夫？ああ、ノアの方こそ大丈夫か？大丈夫、問題ないよ。はいはい、無駄口はそこまで。団体さんがお出迎えしてくれたわよ。
待っていたぞ、井川アサギ。いや、特務中隊。ももち。あの三人の攻撃をさばいたのか。今なら最強のタイマ人の攻撃も目で追えるか。また東京キングダムで手に入れた薬を飲んだんだな、桃地東洋。お前はあの時のまま。いや、ドローンという連絡手段を失い無力な生身か、風魔小太郎。まあそんなことは今はどうでもいい。地下ならば盗聴される心配もない。少し話そうじゃないか、井川あさぎ。話？今さら何を。今まではどこに耳があるかわからなかったからな。コートララ島、東京キングダム、ベーレンの施設内。そこのベーレン女のドローンとアンドロイドアーム。私のアームに盗聴器なんかないわよ。どうやらそこの女には思うところがあるようだな。エミリー？あ、いえ。私のドローンにも盗聴器の類はありませんが、しかし、ハッキングしてこの場の映像を得ることは可能だと思って。大丈夫。そのために電波が届きづらい地下、そして、機械による干渉を妨害するために、大規模バッテリーを起動して電磁波を出してやる。仲良くおしゃべりがしたい？だったら、貴様が私たちに捕まればいくらでも話せるぞ。もし捕まれば。私は五社かベーレンか。捕まった先で暗殺されるだろう。そんなことは。もうそれほどにまで。ノマド。魔族の侵略は進んでいるの。風魔小太郎。日本政府だけではない。米連や中華連合の高官まで奴らに侵食され、
ノマドが望めばどのようなものも手に入る。情報も、人の命も。気づいているだろう、井川さん。コートララ島での大事件から今日まで、日本政府は特務中隊を差し向けることはあって、それ以上の干渉はしてこない。ええ。一つの部隊を創設し、それを向ける。それが、山本信繁の限界だった。浅木先生。特務中隊は各国の問題、そして闇の勢力に対抗するために作られた組織よ。その本質は最初から変わっていないけれど、それ以上先にも進めなかった。日本だけでなく世界の未来を憂いている議員は多い。彼らの支援によって特務中隊は存続している。だがそれ以上にノマドの影響を受けた議員の数が多いだ。腐り落ちる寸前の日本政府という果実に希望を抱き、その歩みを遅らせた。それがお前の失策だ、井川麻木。そんなことないわよ。私たちはまだ諦めていないし、負けてもいない。私たちの今までの行為を失策だと、失敗だなんて勝手に決めつけないでよね。人間の時間は有限だ。最強の大魔人井川麻木ですが、いずれ老い朽ちる。そして魔族の時間は無限に近い。有限の人間が無限の魔族に挑むには足を止めてはならないのだ。それを貴様たちは分かっているはずだ、井川麻木。日本の危機はノマドだけではない。中華連合に米連、ノマドの脅威がなくなれば、次は力がある勢力に飲み込まれるのは必然。むしろ連中はノマドに蹂躙され、日本が今以上に弱体化するのを待っている動きすらあるのだからな。そのようなこと。貴様が所属していた中華連合、ノマドへ人員を提供し、連中はそれをもとに人体実験を行っている。米連はノマドへ技術提供を行い、それにより闇の者たちは加速度的に人体実験の質を上げていった。世界中が魔の者に力を与え、奴らの力を高めているのだ。しかし政府は世界が混乱するからと、この段階になっても一般の人間には魔の者の情報を伏せているありさまだ。だからノマドの情報を世界に解放するというの？魔の者の存在を世界に知らせるの？それがどれだけの混乱を生むと、どれだけの無用な犠牲が出ると分かって言っているの？そうだ、ノマドの正体、奴らが行っている人体実験の情報、
それに関わった世界中の愚者たち、それを知れば世界は目を覚ます。目を覚まさなければならないのだ。このままでは世界は魔のものに奪われてしまうのだから。そんなことをしたらどうなるか、あなたならわかるはずよ、桃地。魔族の情報を知れば、世界中の人が混乱する。それはコートララ島の犠牲の日ではない。その混乱が何をもたらすか、人類はその歴史で証明している。未知の存在への恐怖。魔女狩りや異端神法、無知と権力によって力なき者たちが、罪なき者たちが断罪される未来、そんなものがお前が目指す世界か、桃地。それでもだ、それでもこれ以上日本政府が弱体化し、各勢力に対抗できなくなる前に国の危機を伝え、国民の意識を危険に向き合わせなければならないのだ。わからないのか、アサギ。国民が危機を知らねば、もはやこの国は悪魔の傀儡となるのだぞ。貴様が正論だ、アサギ。これから行く道は愚者の道、歴史の汚点となる選択だろう。だが愚者として名を残すことになってでも、世界に真実を伝えられるなら、この命を懸けることも本望というものよ。話は終わりね。さっさと終わらせるわよ。ええ、ごめんなさい。ここで終わらせましょう、桃地。来い、アサギ。いや、特務中隊。私を否定するというのなら、その力を見せろ。まずは周りの機械を破壊するわよ。いいの？これ一応ベーレンの施設じゃないの？テロ行為に使われるくらいなら壊して使えなくする方がマシよ。
わお、大胆。でも嫌いじゃないわ、そういうの。気が合うわね。これで最後。油断するな。私から離れないで。まだ来るわよ。すみません。それで桃地は？乱戦と爆発に紛れて逃げたわ。チッ、グエッ。何をするんですか？離れるなって言ってるでしょ。さっきの爆発で床とか壁とかが帯電してるから危険なの。黒焦げになりたいの？エミリー、爆発の影響をどうにかできないか。なんとかやってみますけど、この邪魔が多くて装置にアクセスが。触れない、シナヌイさん、エミリーの援護に。了解。水遁の術の使い勝手が少し違うだけで戦いづらいわね。わかったわ。アスカ、アサギの背中を任せたわよ。ええ、任せて。あれだけ浅木先生と話し込んだのに聞いたのか。バッテリーは破壊した。この施設はもう使い物にならない。作戦とは違うが、爆発の衝撃は外にも伝わったはずだ。考え込むのがあんたの仕事だけど、今は戦うことを優先してくれないかしら。足元や壁に注意しろ。
放電しているところに触れると火傷じゃ済まないからな。もう倒しても倒してもキリがない。どう、危ない。先輩、大丈夫ですか先輩。こっちの心配より自分を守ることを優先して。まだ来るわよ。大丈夫。やめろ。人間として死ねなくなるんだぞ。もう人間じゃないよ。これがこんな力を得てでも手に入れたい未来なのか、桃地。キララ先輩だけは。
丈夫ですか、風魔小太郎さん。彼らはもう首と心臓を同時に破壊しなければ死ねません。どうか眠らせてあげてください。みんな、首と心臓を同時に破壊するんだ。もうこんな戦いは終わらせるぞ。人類、行くぞ。なあ、大バカ野郎ども、人間じゃなくなったらお前たちが目指した未来すらもう見ることができなくなるんだぞ。全員全力で敵を打倒しろ。馬鹿げた戦い、さっさと終わらせるんだ。敵対勢力の沈黙を確認、地下の安全は確保したぞ、フーマ。そうか、ご苦労様。このまま桃地投与を追うぞ。こんな馬鹿げた戦い、今日で終わりにしてやる。人間をやめ、人の形すら保てなくなって、それでも戦う意味がどこにある。何なんだこれは。無事なのはキララ先輩が氷漬けにしたやつだけだ。冷凍保存というやつですね。もしくはコールドスリープといった方が正しいかもしれません。おそらく彼らが確保している魔族の血は細胞に作用して肉体を変質させるのでしょう。ならその細胞ごと凍らせれば変異を止められる。偶然だったけれど、キララさんに合流してもらったのがいい方向に向いたということね。こっちは死にそうになったんですが。次からは全員で先輩を援護します。好きなだけバンバン凍らせてください。簡単に言ってくれるけど、これ結構疲れるんだからね。ですがミス・キララのおかげでこの方たちを治療できるかもしれません。細胞レベルでの変異ですが、もしかしたら治療法を見つけることができるかも。そうなることを祈るわ。こんな終わり方はあんまりだ。ここまでして倒さなければいけないんですか、ノマドは。魔族は。桃地はその覚悟を持って
ノマドと敵対しているわ。それでも俺は認めません。認めたくないです。仲間を犠牲にしてでも前に進むやり方を。俺は特務中隊のみんなと一緒に少しでも世界が変えられるならそれがいい。風魔くん、仲間と一緒に前に進む道を選ぶ。走れなくてもゆっくりでも一歩ずつでも。桃地の覚悟に比べたら俺の考えは甘いんだろう。ああ、そうだな。指揮官としては甘い考えだ。だが、仲間としては悪くないと私は思うぞ。うん、スーちゃんが出れた。私は、真面目な話をだな。そういえば、先ほどの戦闘で手助けしてくれた方は、どなたか知っていますか？彼女は、おそらくナギね。ナギ？桃地ナギ。桃地東洋の娘よ。娘？結婚してるの？あのおっさん。桃地は私に剣術を教えるほどの家柄よ。血を残すために結婚は済ませているわ。有名な家柄になると結婚も重要な儀式なのね。まあ桃地の家系はそのあたりが特に厳しかったようだけれど。その桃地の娘がどうして俺たちを助けて。そこは私にもわからないわ。本人に聞いてみないと。ただもしかしたら桃地たちの中にも仲間を犠牲にするやり方を快く思っていない一派が存在しているのかもしれないわね。そうだといいのですが。よし、桃地を追うぞ。俺たちの手でこの戦いを終わらせよう。